までこんな感じで下っていきますね。ちょっと水量が少ないんでね、船底すったりねあるかもしれないんですけど、岩なんかね、自然にゴロゴロ、ね、崩れちゃったんですね。この左側なんかまだね、いくらも立ってないんですよ、崩れて。で、この前方の景色なんですけど、これ結構カレンダーとかね、使われたりするんですね。あの橋がね、水管橋っていう橋で、歩行者自転車のみの専用の橋になってます。なんかはね、あの橋がなかった時、渡し船でね、この川を渡ってたんです。